今日はですね、面白い器具いただきましたので、その共有をしていきたいと思います。自己ひのぼりです。先日ハリオさんとお仕事ご一緒する機会がありまして、そこでですね、このゼブランっていうハリオさんの中のアウトドア系のブランド、独立したブランドになるんですけど、そこの担当の方とちょっとお話したんですよ。面白い器具ですねって話で、私実はゼブランってそれまで知らなかったんですけれども、めちゃくちゃインドア派なん でよくよく話して器具使わせてもらったらすごく良かったんですよ。でその時にそこで使ってた器具持ち帰っていいですよって言われて、これいただいてきました。なんで、一応案件ではないんですけど、ぜひ使ってみてくださいって言われたんで、ちょっと使ってみたんですね、数日間。結構良かったところとかおすすめポイントとかあったので、一つ動画にしようかなと思ってスタートしました。今日はですね、この V60、 折りたたみできる V60 とミルとキャニスターとサーバーがあります。これをですね、それぞれ使いながら、いいところ悪いところ、悪いところ実はあんまりなくて結構いいと思ったんで、そのあたり共有できたらなと思います。それでは始めていきます。必見。はい、それでは早速開封していきたいと思います。いきなり開封します。いや、マジで私ね、あんまりアウトドアで外でコーヒー飲むっていう機会がないんですよ。なので本当に失礼な話、知らなかったんですね、ゼブランって。はい、こんな感じで、特にね、このミルはね、おすすめかもしれないです。これ私の一押しでした。でキャニスター、これもね、いい感じですよ。でサーバー、はい、サーバーはね、なんかハリオさんのね、ビーカーサーバーに、ここがこうついてる感じなんですよね。一応これもゼブランのブランドの中に入ってます。で、はい、折りたたみ V60 と中にフィルターが入ってて、っていうケース、これ1個で、ドリッパーまでカバーしてるっていう感じですね。素晴らしいですね。で、まずですね、もう本当にこう一番最初にお伝えするのもちょっと下世話かなと思うんですけど、値段がね、いいですよ。このステンレスミルなんですけど、周り樹脂製ですごい軽いです。持ち運びすごく良くて、西田さん曰く、アウトドアの人はここにこう蓋がついてるっていうのがすごい重要らしいんですね。持ち運びら。私はあんまりこれ感じたことがなくて、むしろ一体型の方が便利だなと思っちゃってたんですけど、実はアウトドアだとここ閉まって、こう独立の方がいいよっていう話を聞きました。そこをカバーしてます。で、こんな感じですかね。これで持っていけると。ですごい軽い。で、値段がですね、6600円とかなんですよ。これステンレス刃なのに。これめちゃくちゃいいですよね。で、他は、キャニスターにしては高い2000円なんですけど、このキャニスターもね、後からちょっと説明しますけど、性能がいいんですね。これはね、ちょっと高かったかな。3000円、4000円ぐらいとか。で、折りたたみ。これもね、お安く買えます。3000円くらいですね。そんなもんかなと。なんか、ズバ抜けでこれが安い気がするんですよね。このミル。今日はね、ほぼね、このミル推しの話になると思います。これね、めっちゃ良かった。じゃあ実際に、それぞれ使っていきたいと思います。じゃあまずキャニスター行きましょう。キャニスターです。これね、キャニスターは、ちょっと中がね、しっかりとこう、ちゃんと閉まるキャニスターなんですよ。豆入れてきました。豆が入ってて、でなんかね、ちょっとパッキンみたいなのがあって、閉めると、わかりますかね？パチンって言って、かなりちゃんと閉まります。なので、持ち歩いたりとかしても、こう、例えばね、こうカバンの中で、うわーって時あるじゃないですか。カバンの中にこう豆が散乱してるみたいな。そういう心配がないと。カバンの中にこうガラガラって入れてしまっても大丈夫ですよっていうキャニスターですかね。で、開けるときは、シュッと、結構ね、硬いです、これ。最初はこれ開けた時に現場で、強めに開けてくださいって言われて、結構強めですね、みたいな話しましたね。で、閉めるときもちょっと強め。パンと。はい。ここ組み立てますか。このサイズ感で V60 使えるのやっぱいいですよね。はい、こんな感じと。で、お待たせしました。こちら。いいよ、これ。ちょっとコーヒー引いてみましょうか。はい、中ステンレス刃です。ちょっとね、結構使っちゃってるんですけど、こんな感じで、ステンレス刃ですね。で、樹脂製。
大体ね、これ一杯分ぐらいの容量ですね。はい。これ入れると、もうなんか、ほぼ一杯になっちゃうかなっていう。グラムにして、17、20、20グラムくらいまでが適正っぽいですね。これ20。20でも上一杯です。引いてみます。ね、見るとしてね、これね、すごく良かったんですよね、っていう覚えがあります。いきます。軽いんすよ。いや、すごくね、いい感じですよ。ほんとステンレス刃特有の、こうジャキジャキと引いていける感じがあるので、これはね、ミル普通におすすめじゃないかな。最安じゃないですか。ステンレスミルで、この感じで、この価格帯で、でうまいこと、もう引き終わった。もうね、うまいことね、素材をやっぱ樹脂とかにして安くしてるんで、そういうとこ上手ですよね。で、まあ問題は、その樹脂にすると、Q エアの時に、すごい静電気問題あったじゃないですか。まあ、そこどうなのってとこですよね。はい。そこはまあまああると。ただ今、20g 引いてますけど、まあまあまあ、チャフが上についてる感じでね。まあ、それなりに静電気はあるんですけど、まあ、そんなに気にすることなく使えるかなっていう。なんか静電気こう起こるからか、こう、太蔵さんってここでこう回してたじゃないですか。前コラボの時に太蔵さんこう回してたんですけど、太蔵ローリングって自分、心の中で呼んでたんですけど、あれいいなと思って、こうやってやったら確かに、まあ、静電気除去するために中に水入れたりとかいろいろこうやるじゃないですか。あれやるぐらいだったらこうやって、まあ、ちょっと馴染ませて、パッと落として、まあ、チャフとかは別についててもいいしみたいな。まあ、使い方もありかなって思いましたね。そっか、これ、柔らかいから。じゃあですね、コーヒー入れてみたいと思います。まあ、はかりは使わずいきます。キャンプでも多分私は使わないので。さあ、入れていきましょう。うん。黒で揃っててめちゃくちゃかっこいいっすよね。自分が持ち込んだものだけが今白になっちゃってますけど。ケトルも雰囲気出してシルバーにしよっか。シルバーにしよう。雰囲気出そう。あ、エアーがあるね。はいはいはい。キャンプっぽいになりましたよ。いや、これもね、ゼブランのね、公式に載ってたから、まあ、いいっすよね。壊れる心配なさそうだし。で、一番壊れる心配がありそうだけど、一番うちでアウトドアっぽいやつ、これしかなかったんで。これ飲みます。いきます。うん。つなぎ目から漏れたりしないかな。これだけはちょっと心配っすね。まあ、20g 入れたからにやけど、ちょ、アイスコーヒーにしようかな。ここに来てちょっとアイスコーヒー、に路線変更していいですか。じゃあアイスコーヒーにしよう。これエアーって改めてどうなのって話もあるね。これね、これ持ってる人いるのかな。なんかあんまり使ってる人見たことないですよね、正直。アウトドアの人とかいい感じなのかな。これ普通になんか軽量カップとしても使えそうだし、うん。よし。はいはい。これをね、温めたけど、ちょっと、アイスコーヒーにしますんで、ちょっと氷入れていきます。すわー。幸せなやつですよ。本当に俺ってさ、アウトドア向いてないよね。さあ、注ぎたいと思います。はい、できました。飲んでみたいと思います。いただきます。うん、まあそりゃね、別にここで何か味がね、とてつもなく変わるっていうタイプの器具ではないので。ちなみにモカイルガチェフェってアサリのコーヒー出たんですけど、すごく酸味特性も出てるし、非常にいいミルだと思います。これ、ね、ゼブラのミルは普通に1個買ってもいいと思います。今までこうステンレスのミルとかはまだ導入してないとか、手引き持ってないとかっていう人は6600円とかなんですね、確か。これすごくおすすめできるなって思いました。で、
うん、これもね漏れもなかったしすごくいい感じで入りましたね。ちなみになんかちょっと後から気づいたんですけど、ここにこう切れ目があってここのボタンを逃がす隙間がありましたね。でも漏れもなかったしいい感じで使えたと思います。はい、といった感じで今日はゼブランの器具使ってみました。いかがだったでしょうか。私個人的には、まあ、このキャニスターとこのミルですね、ここはすごくいいなって思いました。で特にミルですね、これに関しては、まあ、今ミル検討してる方とか、まあ、安くコストを抑えてステンレス欲しいっていう方は、まあ、おすすめできるかなと思いました。軽いし特に初心者向けですごくいいなって思いました。じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。またね。